そういえばファングも第一声が飯出せだったわ。そんなこんなでよっしゃキュウリ抜けた。ご飯出せって言われた時は驚いちゃったわ。ああ、わかるわ。そ飯の代わりに出てきたのが口うるさいマリサやって。口うるさかったのか。昔はめっちゃ口うるさかったよ。あの頃のガルドちゃんってばとっても不健康な生活を送っていたの。パートナーになったからにはまずは生活を改善させなきゃって。初めはうざかったんやけど、あんまり本気ではあいのこと心配するもんやが、だんだん心を開いてくれたのよね。いいお話ですわ。ペンサーと汚い仕事もさ見ろ、これが俺様の人徳の人徳から対極にありそうな人が言うと、つまりあんたとガルドは似た。皆さん、風呂だった。何をおっさんくさいこと言ってるのよ。髪ぐらい乾かしなさい。そういうお前も、うそれぐらい。ほら二人ともさっさと支度しなさい。お風呂上がりぐらいゆっくりさせてよ。ハーラーさんも。うん。おいハーラー、そんな格好で出歩くな。おっしょー姉さん、ええ体してまんな。あ、したない、おやめなさい。ははさあ、行くぞ。
あやるぜ。お覚悟を。次。そいつはでも100回に1回しか。なんだそれ、いらん。また襲ってくるかもな。気をつけて。お覚悟を。行きますわ。覚悟しな。次。しばしね。寝てろ。行くぜ。どなたが相手かしら。はい、おし。よっ、はっ、よっ、つれ、よっ、つれ、よっ。お覚悟を。始めます。覚悟し。
仕上がり。覚悟しや。覚悟。次。今、聞こえたな。さっきから何をキョロキョロとされ…うるせえな。よっ、チャンスや。行きますわ。さーてと、どうだ。行くぜ。覚悟しな。始めます。たわいもないわ。芝居だね。どうし。一丁上がり。始めますわ。お覚悟を。行くぜ。次。力が。行くぜ。ごめん。始めます。次。行くぜ。どうだ。芝居だね。無理や。お覚悟を。やらせてもらう。寝てろ。だね。どなたが相手かしら。行くぜ。行くよ。いい感じだ。行きますわ。まだまだ行くぜ。もうらい。